鬼と呼ばれた戦国武将たち。戦いの絶えない時代だった戦国時代。力のある者がどんどん出世する時代だったので、有名な人物は自分の名前以外の異名で呼ばれていました。その中でも特に多かったのが、鬼がついた異名です。鬼の異名をつけられた武将は武勇に優れていました。戦国時代に出世していった大名には、鬼と呼ばれた武将が家臣にいることが多かったです。今回は鬼と呼ばれた戦国武将たちについて5人を選出して紹介していきます。この機会に鬼と呼ばれていた武将がどんな人物だったのかを知ってみましょう。鬼柴田、柴田勝家。柴田勝家は尾張の国、現在の愛知県西部の戦国大名織田信長に仕えた武将です。もともとは信長の弟である織田信行に仕えていました。しかし信長と信行の後継者争いが発生すると、勝家は信長に降伏します。以後勝家は信長の家臣となるのです。勝家は武勇に優れていたので、数々の合戦に参戦して武功を立て続けました。あまりにも強かったので、敵から恐れられて鬼柴田と呼ばれるようになります。天正3年1575年には信長の命令で越前一向一揆を討伐しました。この功績により、勝家は信長から越前の国、現在の福井県北部49万石が与えられます。天正10年1582年の本能寺の変で信長が死んだ後、織田家の後継者問題により、勝家は信長の部下だった羽柴秀吉と対立します。天正11年、1583年の賤ヶ岳の戦いにて、勝家は秀吉と戦いました。残念ながら秀吉に負けてしまい、勝家は自分の居城である北の庄城まで撤退して自害したようです。勝家のように鬼プラス名前の異名がついた戦国武将は他にもいます。例えば日立の国、現在の栃木県を治めていた佐竹義重は鬼義重。薩摩の国、現在の鹿児島県の戦国大名にもなったことがある島津義弘は鬼島津と呼ばれていました。このことから武勇を誇る武将は数多くいたことがわかりますね。富士見の鬼見の馬場信春。馬場信春は甲斐の国、現在の山梨県の武田氏に仕えていました。武田氏の三代信虎、信玄、勝頼にわたって仕え、特に信玄には信頼されていたようです。また山形正景、高坂正信、内藤正豊とともに武田四名神と呼ばれるくらい有能な家臣でもありました。信春が信玄に信頼されていた理由は、知略でも活躍したからです。永禄4年1561年の第四次川中島合戦では、信玄の軍師である山本勘助と共に別動隊をおとりにして本隊で敵を叩く啄木戦法を提案しています。信玄は武力と知略の両方で信春を信頼していたのでしょう。残念ながら信春は天正3年1575年の長篠の戦いにて織田徳川連合軍に敗れて討ち死にしてしまいます。この合戦で信春は当時の主君武田勝頼を逃がすため、自ら神狩りを務めました。そして勝頼が無事に撤退したのを見届けた後、織田軍に突撃して討ち取られてしまいます。長篠の戦いまで多くの合戦に出陣した信春。
にもかかわらず、一度も体に傷をつけられることはありませんでした。このエピソードから信春は、不死身の鬼身のと呼ばれていたのです。ちなみに、異名の中に美濃が入っているのは、信春の官位が美濃の神だったことが理由となります。丹波の赤鬼、赤い荻野直政。赤い直政は丹波の国、現在の兵庫県あたりの一部を支配していた戦国武将となります。赤い時家の次男として生まれますが、赤井家の後継者は長男の赤井家清でした。そのため直政は黒井城を本拠にしていた荻野氏のもとへ養子に出されます。しかし直政は天文23年1554年に黒井城の城主荻野明清を殺害し、黒井城を乗っ取ってしまいます。この非情な行動から直政は悪右衛門と呼ばれました。その後、兄である家清が亡くなり、兄の子赤井忠家が赤井家を継いだので、直政は後見人になります。直政は永禄元年1556年から永禄8年1564年までに荒木氏、塩見氏、内藤氏を立て続けに滅ぼし、丹波の国の実力者としての地位を確立します。また直政の武勇は丹波の国から遠く離れた甲斐の国でも有名になるほどでした。実際にその武勇を生かして丹波攻略を行っていた明智光秀を、同じ丹波の国の武将畑野秀治と協力して敗走させました。それ以降も明智軍とは戦い続けますが、天正6年1578年に直政は病気で死んでしまいます。その翌年、明智軍に黒井城を包囲され、ついに落城したのです。ちなみに畑野氏の家臣もみいのりなりという武将は丹波の赤鬼と呼ばれていました。直政と同様、のりなりも武勇に優れた武将だったようです。鬼武蔵森長吉。勝家と同じく信長に仕えたのが森長吉です。父親は攻めの三座と呼ばれた森義成、弟は信長の身の回りの世話をしていた森蘭丸という名家に生まれました。長吉は次男だったので、本来であれば家督を継承する権利はありません。しかし父義成と兄義高が続けて戦死したため、元亀元年1570年に森家の当主となります。信長の家臣として参加した長島一向一揆では、初陣でありながら首級を27も挙げたようです。武勇に優れていたので、長吉は数々の武功を挙げていますが、軍規違反など問題行動の絶えない武将でした。そのため戦国一の強戦士と呼ばれ、敵だけでなく味方からも恐れられていました。さて、長吉は鬼武蔵と呼ばれていましたが、なぜ武蔵がついているのでしょうか。長吉は関森を切り捨てて関所を突破したことがあります。その際に話を聞いた信長が、過去に京の五条大橋で人を撃った武蔵坊弁慶という男がいたということを思い出し、弁慶の名前から武蔵を取って長吉に名乗るよう言ったことが理由のようです。やることが破天荒な長吉ですが、天正12年1584年の小牧長久手の戦いにおいて秀吉軍として参戦し戦死しています。まだ27歳の若さでした。井伊の赤鬼、井伊直政。井伊直政は徳川四天王として酒井忠次、本多忠勝、榊原康政と一緒に徳川家康を支えた武将です。わずか15歳で家康に仕え、そこから実力を磨いていきました。武勇に関しては
先に紹介した長吉と小牧長久手の戦いにて互角に戦ったと言われています。井伊の赤鬼と呼ばれていた理由をここからは説明していきましょう。井伊は名前から取ったと分かりますが、なぜ赤鬼なのでしょうか。それは直政が赤備えを率いていたことが関係しています。赤備えは武田軍にいた赤を身にまとった精鋭部隊のことです。武田氏が滅亡後、天正10年1582年に天正神武の乱が起きました。この合戦を甲斐の国は家康が治めることになります。その際に武田維新たちが配属されたのが直政の配下でした。これをきっかけに直政は自分の部隊に赤備えを編成することにします。実際井伊の赤備えは小牧長久手の戦いで先鋒を務めて活躍し、直政は敵から井伊の赤鬼と恐れられるようになりました。残念ながら慶長5年1600年の関ヶ原の戦いで受けた鉄砲傷が原因で、2年後の慶長7年1602年に42歳でこの世を去ります。もしも亡くなっていなければ大阪の陣にも参戦してさらに武功を立てたでしょうね。まとめ、今回は鬼と呼ばれた戦国武将について説明していきました。一人でも強い武将がいれば味方は頼もしく、敵方であれば恐怖に感じたでしょうね。今回は鬼に焦点を当てて紹介しましたが、戦国時代には他にも槍や弓といった武器の異名がついた武将が存在していました。また戦国大名であれば自らが治めていた国名と動物の名前がついた異名で呼ばれていた人物もいました。戦国大名が呼ばれていた異名については別の動画で紹介しているので、興味がある方はそちらも見てくださいね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。